ミニマムサイズでもキレのある重低音を実現、ソリッドベースシリーズが新登場。こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イーヤホンの浜ちゃんです。本日のご紹介なんですが、オーディオテクニカの低音特化のシリーズ、ソリッドベースに新しい製品が登場しました。こちら ATH-CKS30TW4 色展開での登場です。価格は 12,980 円、発売は2022年10月14日を予定しております。カラーバリエーションが4色ありますので、それぞれ紹介します。ブラック、ホワイト、ブルー、ピンクの4色です。早速開封して付属品とか本体をチェックしていこうと思います。このブルーでいこうかなと思います。イヤホン本体こんな感じです。ケースがめちゃくちゃ小さいぞ。付属品の内容としては結構シンプルで、まあ、A to C のですね USB ケーブルと、イヤーピースが4サイズですね、 XS、S、ML の4サイズ付属しています。感じとしては背が低いですね。軸が短いタイプのイヤーピース、トゥルーワイヤレスにはよく見られる形ですね。そんなに奥まってない、ノズルが短いタイプのイヤーピースです。保証書説明書やクイックスタートガイドなどがつきます。イヤーピースのサイズが XS まであるので、お耳の小さな女性のお客様でもフィットしやすいかなというふうに思います。本体ご紹介の前にざっくりスペックだけお伝えします。連続再生時間は本体のみで 7.5 時間、ケース込みで約20時間、 Bluetooth のバージョンは 5.1、 対応コーデックは AAC と SBC、 防水防塵規格は IP55 ですね。結構防水防塵に強いって感じです。そして本体こんな感じ、かわいいね。でよく見てもらえると、こう掴みやすいようにくびれが少しあります。持ち方としてはこう、先端結構短いですね。耳に入るときに負担が少なそうな感じです。装着した感じはこんな感じ。本体小さいですね。まあ僕の耳がでかいというか、僕本体がでかいっていうのはあるんですけど、イヤホン本体がとても小さい。そしてなおかつケースもめちゃめちゃ小さいっていう感じです。ATH-CKS30TW の特徴の話。このソリッドベースっていうのはですね、オーディオテクニカの低音特化のシリーズに付けられる名前なんです。本体が小さくてもキレのある重低音を出すために、ソリッドベース専用の 9mm のソリッドベース HD-TWS ドライバーを搭載しています。このイヤホンの上位機種にあたります CKS50TW 譲りのキレのある低音とバランスの取れた中高域っていうところに注目していただきたいなと思います。ワンタップで設定が及びます専用のプリセットイコライザーを採用しています。イコライザーは結構個性的でして、5種類のイコライザーが入ってるんですけど、そのうち2種類が低音ですいいね。専用アプリにて2種類のベースブーストを含む5つのプリセットイコライザーが使用可能、それぞれ3段階の調節が可能です。こうアプリケーションを立ち上げて携帯電話とリンクさせて、で立ち上げますとこんな感じの画面になります。まずイコライザーのオンオフっていうのがこちらでできるんですけど、まず一番上のあのベースブーストディープディープって、ベースブーストディープはですね、重厚感を高めた超低音寄りのサウンド、そしてベースブーストビート、締まりのあるタイトな重低音を提供してくれます。そしてダイナミックですね、低域と高域を強調したメリハリのついたサウンド。そしてボーカル、ボーカルはですね、低音と高音の自然なつながりっていうのを重視したサウンドです。そして一番最後にクリア、高音域のきらびやかさを強調したサウンドです。そして結構これを気にしてほしいんですけど、サイズ感ですね。このサイズ感めちゃめちゃ小さいんですよ。ズボンの前ポケットに入れても全然平気なんですね。僕今黒のジーンズ着てるんですけど、ここに入れても余裕、いい感じ。ケースもなんですけど、イヤホン本体もかなりちっちゃくデザインされてるんですよね。長時間つけても疲れにくく快適に使用できるように作られてるんですけど、このデザインなんですが、トラガスホールドデザインというふうに言われそうです。非常にコンパクトで耳の圧迫感も少なくて、で装着感もいいので、こうつけた感じがねすごくいいですよね。他の機種と比べてみても結構小さいんじゃないかなというふうに思います。専用のアプリケーションですけど、結構やれることいっぱいありまして、ボリュームのステップが調整できます。16とか32とか64ステップにするとか、アンビエンスコントロール、外音の距離込みですね、取り込みのオンオフと取り込みの量もですね調整することができます。トークスルー機能の調整、オーディオテクニカではクイックヒアスルーとかって呼ばれてたものですね。このトークスルーの内容なんですけども、再生中の音量を下げて人の声、人物の声にフォーカスを当てて外音を取り込むというふうなものです。タイプがありまして、
ナチュラルタイプ、こう自然に聞こえるタイプと、ストロングタイプ、強力に拾っていくタイプっていうのがあります。これめちゃくちゃいいですね。すごい取り込んでるよっていう感はあるんですけど、めちゃくちゃ喋りやすいし、めちゃくちゃ人の声聞きやすいです。トークする中の音楽ですね。小さい音量にするのか、まあまあ鳴らしている中音量にするのか、小音消してしまうのか、このあたりの設定っていうのもアプリケーションで管理できます。そして先ほどご紹介した2種類のベースブーストを含む5つのプリセットエコライザー、その他ですね、低遅延モードのオンオフ、左右バランスの調整、サイドトーンの調整、キーアサインですね、右左の触った時どういう風な動作が起こるのか、そのキーアサインの設定ができます。はい、結構キーアサインもね、細かく調整することができます。プリセットみたいなものがあって、音楽の操作のみを選ぶっていうモードもあったりするんですね。ちょっとユニークなんですけど、タッチセンサーの感度っていうのも選べます。タッチセンサーの感度とかを調整するっていうのは、やっぱりそのお人様によって指の動きですとか、タッチの癖みたいなものがありますので、まあ、自分自身のタッチの癖に合ったものっていうのを調節できるっていう部分ですね。防塵防水機能についてです。イヤホンのみ IP55 に対応しておりますので、スポーツシーンですね、イヤホンをつけて運動するとかジムで使うっていう風なのに安心してご利用いただけるかと思います。その他 Android 端末との接続に便利なファーストペアに対応、 Siri、Google アシスタントに対応、2台の Bluetooth への同時接続ができるマルチポイントに対応しております。それでは音のレビューさせていただこうと思います。サイズが小さいっていうところが特徴ですよね。でサイズが小さいんですけど、非常にそのパワフルな出力、重みのある低音っていうのを出してくれるっていうところが個性かなというふうに思います。でそのローがしっかりしてると、その音の奥行きというか前後感みたいなものもイメージとして感じられるので、このサイズ感で沈むようなサウンドみたいなものが出せて、音の立ち上がりが早いっていうのがいいですね。低音が効いてるだけじゃなくて、ハキハキした音の明るいような印象もあります。いろんな音が入ってるなっていう風なサウンドでもしっかりと描き切ることができますので、アニソンとかいろんな音が出てくるような楽曲っていうので魅力を感じやすいのかなというふうに思いました。イコライザー5つを使ったレビューです。ベースブーストディープですね。ベースブーストディープすごい好きです。キックとかバスドラの存在感がゴンと出てきまして、めちゃくちゃいいです。クラブサウンドの迫力であったりとか、そのライブの熱量みたいなものを感じたい時に合わせるのがいいんじゃないかなというふうに思います。ソリッドベースシリーズといったらやっぱこれくらいのそのがっつりくるソリッドベースいいんじゃないかなというふうに思いました。ベースブーストのビートですね、これはイメージ的にはもっとディープよりもこう締まってます。低音が出るような設定だとは思うんですけども、いわゆるエレクトリックな、振動に近いような低音のイメージよりも、ドラムやベースのアコースティックの存在ですね、あの本来低音って言われてるような部分ですねの存在感が、まあ、輪郭が強調されるようなイメージです。なんかバンドマンが好きそうですね。そしてダイナミックですね。ざっくり言ってしまえばドンシャリっぽくなります。ローハイがしっかりカット出てくるので、まあ、全体的に、元気な印象のサウンドに変わります。元気な曲にダイナミックを当てるのもまあまあそれはそれで面白いんですけど、クラシックとかジャズとか意外に相性良かったりするので、おとなしい楽曲にダイナミックを合わせるとかっていうのもいいのかなというふうに思います。メリハリがこうギャンとつくので、エンターテインメントコンテンツですね、ゲームとか映像コンテンツとかですね、そのあたりと組み合わせるっていうのもかなり面白いんじゃないかなと思います。相性がいいように感じました。そしてボーカルですね、ボーカルのエフェクトすごく良かったですね。非常にその人との距離っていうのがぐっと近くなります。存在を身近に感じられるような EQ でした。声優さんの楽曲が聞きたいとか、ドラマ CD、 音声コンテンツなどとの相性もすごく良かったのかなというふうに思います。そしてクリアですね、個人的に一番面白いなと思いました。シンバルとかスズ、金物とかはもちろんなんですけど、手を叩くようなハンドクラップの音であったりとか、バスドラにしてもキックの輪郭というか低音の輪郭の部分で、シンバルとかハイハットとかの輪郭の部分っていうのもかなりキリッと立ちます。細かい音にそのフォーカスが当たるようなきっちりしたサウンドになるので、こういう音好きな人いますよね。ドライで解像度が高いサウンドっていうのを好きな人。まとめです。いやー非常にいいですね。ソリッドベースシリーズ僕が好きっていうのもあるんですけど、まあ、それを抜きにしてもかなりクオリティの高い安定した製品なんじゃないかと思います。デフォルトのサウンドでもかなり低音を感じられるので、 EQ を使った方がいいとは言わないんですけど、低音にも高音にも触れるっていう、ちょうどいい EQ で、自分で作らなくてももう
考えてくれてるやつがあるので、これはすごくいいですね。ゲームがしたいからダイナミックモードにしておくとか、音声コンテンツとかで勉強がしたいからとかでボーカルモードにしたりとか、シーンによって EQ を使い分けるってことができそうかなというふうに思いました。でまた操作感もいいですね。 R 長押しでトークスルーが起動できるとか、 L 長押しでイコライザーモードを起動できるとか、慣れればそんなにスマートフォンを触らずに CKS30TW の持ってるアレンジ力みたいなものっていうのがライフスタイルの中に染みてくるのかなというふうに思いました。ケースがめちゃくちゃコンパクトですので持ち運びしやすいですよね。男女問わずに、通勤通学のお供にお使いいただきやすいかなというふうに思います。非常にその総合能力の高いイヤホンだと思いますね。僕も元々のそのソリッドベースのデザインのそのゴリゴリに男っぽいというか、黒に金とか、赤に金みたいな、そういうゴリゴリしたデザインも好きなんですけど、割とその綺麗めの格好とかにも合わせることができるこのちょうどいい感じ、ぜひ、手に取ってその小ささ、デザインの美しさというのに、触れてほしいなというふうに思います。動画のご視聴ありがとうございます。チャンネルへの登録、動画へのいいね、コメントなどいただけましたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。